街に眠るスターの原石を日本全国で大捜索。テレビ朝日新番組アナ雪です。イエーイ。ありがとうございます。すいません、ちょっとダッシュでちょっと行ってきます。新人アナウンサー八木下圭介が雨の中埼玉県川口市で歌うマスターを捜索。すると先輩連れてきました。一人じゃないから。君がソフトボール部所属女子高生シンガーや、あのゴダイゴの名曲を熱唱する大学生など個性派シンガーが続々。さらに今日私誕生日で。誕生日、そうだったんですか。誕生日プレゼントを買いに来ました。あ、そうだったんですね。この誕生日を迎えた小学6年生の女の子がミラクルを起こす。ボーナスで出ました。すごい。アナウンサーが街に出て行き未来の才能を発掘。アナ雪。